特別なスープをあなたにあげる。あったかいだから一人の奥にある私の大きな野望、ワクワクのリズムをあなたにあげる。いつまでもこのままワクワクさせていてね。なんかすごく中高生に人気あるのに遅れてるんですよね。先輩上司社長、頭が出なかった。あったかいだから、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、上司に旦那なだられたぐらいでそんな音を言ってはいけません。また会おうね、とつないだこの手と手が。あったかいだから、いつまでもこのまま話してって何だしって知らないでしょ。はい、じゃあどうもありがとうございました。